中田かなのこれ来てるかな麻雀カフェのオーナー店長でもある中田かなさんがご自身で気がついたトレンドについて語るコーナー今日のテーマコラボルーム、はい、コラボルームより電子レンジの話した方がいいな <laughs> いや電子レンジだから調べて今度紹介するコーナーがあるかもしれない私このどれかを買おうと思って前回ドライヤーって自分が買おうと思って調べたあのにそのレポート結果を発表する可能性がありますが貴重な情報今日はコラボルームというコラボルームって何ですかこれ何かと言いますとホテルとか。 にあのコラボキャラクターとかブランド人気のキャラクターブランドがコラボして、うん、そのプランとかをあの出してるところが結構あるんですね<ー>で今、まあ、推し活ブームなんていうのがあったりしまして人気のキャラクターの限定グッズがあったりするんですよこのコラボルーム止まらないともらえないような,でな、ね、そういうのはちょっと、まあ、夏休み前ということでもうそろそろね皆さん旅行の予約とかも始める時期かもしれないので。 紹介したいと思います。最初どんなホテルでしょうか。はい、えー、最初はですね、これ私がもう大好きなキャラクターコジコジとのコラボの<ー>ホテルニューオータニ。桜 momo さんのやつね。そうです。はい、あのオータニとコラボなの。そうなんですよ。まあコジコジってなんかあのフォワーっとしたキャラクターで、うん、おばかなアホなキャラクターみたいな感じのイメージなんですけど、すごい急に真のクったことを言ってきたりとかするような、うん、あのすごく。 可愛らしいあのキャラクターなんですけども、うん、メルヘンの国の住人なんですよ。そうなんですよ。だから、うん、あの出てくる、うん、あのキャラクターとかもあのえっ、ー、と太陽の王様みたいなゲランゲランだったりとか、<laughs> うん、あの半魚人の <laughs> <あ>ジロー君、はいはい、ジロー君とかがいるんですけど、そうそのジロー君とコジコジがあのフォトクリアカードになってたりとか、うん、ポーチになってたりとか。 アクリルネームプレートになってるグッズがこのホテルに泊まるともらえるんですよ。<laughs> この写真今写真見てますけど、はい、ニューオータリの部屋とは思えないですよね。そうなんですよ。ちょっとコジコジのねあのー、イラストがこのえっとここでしか見ることができない書き起こしシャーとかベッドあの部屋の中は全部コジコジになっててベッドのなんていうのこのベッドのクッションクッションとかショール的なやつとかねつもう全部コジコジキャラですよね。はい、壁がもうメルヘンの国の風景になってますよね。そうなんですよ。壁紙が 見てください。すごい、これ行ったような気持ちになれますね。はい、メルヘンの国にもう旅行してる気分になれると。いや止まりた。でしかもそのさっき言ったグッズ、お持ち帰るグッズなんですけど、これがなんかあのニューオータリの制服着てる小じこ小じたちなんですよ。可愛 <laughs> <に>くないですか。かいいこういうちょっとねあのあと T 型キーホルダーの。これが欲しい。これ欲しいですよね。<laughs> もしかしたあなたこじこじ好き大好きです全巻持ってますもんそうなんだ2人ともこじこじ好きなのねアニメも見てましたもんねじゃあ2人で泊まればいいじゃんここも行きましょういきなりちょっとホテルは違う違うから宿泊ちょっと早すぎる緊張しちゃうカフェぐらい先に行きたい2人分もらえるんですかねこれこれあのえっと そう、二人分、あ、まあ、そうか。一人、あ、そうですね、それぞれ多分もらえるんですかね、このひ。うん、あの、一室一名様三万六千円からとなっていますね。ね<ー>はい。 なんかニュ仁王谷ってと結構ほら伝統的な老舗ホテルだから大人の人が使うっていう,そう,いうイメージーありますけどこれできっと多分まさに中田さんと西川さんみたいな若い女性の方とかに泊まってほしいみたいなのがあるんでしょうねしかもちょっとお値段するじゃないですかうん、うん、でもあのちょうど多分私たちの世代以上の女性が多分好きな人だからこういう贅沢ちょっとしたいなっていう年齢でもあるんですよね。とあとお子さんが、ね、いらっっしゃってご家族で るとかもあるないですね。はい、はい、じゃあ続いていきたいと思います続いては、えー、京都星野屋とのコラボで幼児屋です、うん、幼児屋って何幼児屋わからないですかこの見た目これ見たことないですかこういうあなんかあるある<う>言われてみればこれあの油取り紙でおなじみの幼児屋で あの京都のお土産の定番のものなんですね。ショートカットの女性が、うん、あのモチーフで描かれてるんですよね。うん、ちょっとコケシみたいな顔の、ねね、はいはい。なんか鏡に映った。 みたいなことなんじゃないですかねこれ。これあそういうことか。手鏡に映った顔かと思ってました私。結構なんかなん女性の横顔みたいなので、はい、<laughs> こうパッと印象がある人が多いかもしれないです、ねうん。これがあの星野リゾートの中でもね、うん、星野リゾートいくつかこうブランド、はい、のブランドがあるんだけど o m っていうねう若者向けのホテルのブランドなんですよね。こことくコラボしたってこと、ね？そうなんです。京都ディオンオモ o f i v 京都ディオンで、えー、ヨージアとコラボしてましてあの。 このおなじみの油取り紙をはじめ化粧水など肌ケアアイテム完備してますこの幼児屋が油取り紙だけじゃなくていろんなそのあの石鹸とかねいろいろ売ってるんですよ幼児屋自体にもそれがちゃんと置いてあるっていうあのでしかもこの宿泊プラン利用しますと、えー、同ホテルから徒歩約2分の幼児屋ギオン本店でスキンケア講座を受けることができるすごい 俺ここ知ってるわあのあれだ市場にあるんだよ市場通りって一番こうホテル京都のメインの目抜き通りあそこに確かに主あるんですよああそこだあそこで幼児やつとコラボしてるんだはいこちら宿泊価格1泊1万6千円からとなってまして八坂神社のめっちゃそうですねあっそうですねじゃあめちゃめちゃいい場所ですね真ん中だ期間は9月までとなってますのでよかった夏にご利用くださいそしてて続い えー、こちらですね「チェンソーマンが」が、え、東、ー、級グループとのコラボレーション<ー><ー>はいこれあの本,<ー>本日の14時より予約受付け開始したばっかりなんで、うん、あの皆さんもし泊まる予定の方は急いでもらいたいんですけどあのホテルのねこの渋谷とか札幌とか新大,大阪、えー、博多とそれぞれとあるんですけど。 あのそれぞれでやってますので皆さんあの旅行でここ行こうかなと思ってるとこあれば、うん、そのタイミングで泊まってみるのはいかがでしょうかこれこ<う>台本見ると テレビアニメ「チェンソーマン」第6話と第7話でこれアニメの方で描かれた、はい、あのね僕を読んでますけど「銃の悪魔の肉片を集めるためにホテルに潜入したね主人公のデンジたちが悪魔の能力によって八階に閉じ込められて窮地に立たされるストーリーって俺これ読んだよ。あ読みましたこれを模して八階にみんな泊まるのねこのホテルの。そうなんですね。<laughs> はい、物騒な今にて閉じ込められてしまうストーリーなんですけど八階のお部屋をご用意してるということなんで。はい、はい <laughs> これちれ窮地ブレちソーブで独立してそこに止まって世界観に入り込めるっていうその渋谷エクセルホテル東急の5階ラウンジでエスタシオンカフェっていうところがあるんですけど、うん、そこでコラボメニューなんかもやってたりするので、うん、そういう楽しみ方もいかがでしょうかという感じで今回ホテルをいろいろ紹介させていただきましたが、まあ、文化放送といえばライオンズですよね。<laughs> <laughs> はい。さすが、はい。配、は、慮、い、がされていますね <laughs>、えー。川越プリンスホテルにスタイタマセーブライオンズコラボルームなんていうのもあるので、皆さん泊まってみてはいかがでしょうか。いいです、ね。<laughs> はい、<laughs> スリッパにもライオンズって書いてありますから。<laughs> はい、あの本当ファンにはたまらないですね。どうの世界観もね、ですよで本当にそこに入ったような気持ちになれるっていうね、うんうん。他にもいろんなのあるんで、皆さん調べてみてください。いろんなキャラクターのあります。夏休み前にホテルのコラボルームについて、はい、なかなかなのこれ来てるかな。このコラムはポッドキャストや YouTube でも。 お聞きいただけますぜひチェックしてください